SYK と書いてサイトいますどうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報を復習考察こねた感想を中心に扱っています。今回はついに解禁となったシリーズ最新作ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密の予告に触れていきます。また他にもハリポタ、ファンタビ関連動画も出していますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。さて、前作黒い魔法使いの誕生のラストでは、クリーデンスがダンブルドア家の人間であるという衝撃的展開があったため、今回は副題にもある通り、ダンブルドアの秘密が明らかになると思われます。また、邦題ではわかりませんが、現代では秘密が複数形であるため、ダンブルドアの秘密は一つではないようです。過去の動画では、ダンブルドア家の家系図とクリーデンスの正体について考察しましたが、今回は予告で気になった部分について触れていきます。予告15秒あたりのシーンでは、ホグズミートのホックスヘッドインのバーテンダーのアバーホースが登場。アバーホースはアルバス・ダンブルドアの弟ですが、彼とは敬遠の中。ファンタスティック・ビーストシリーズは、ハリー・ポッターシリーズの約70年前の物語ですが、この時すでにアルバスとアバーホースは妹アリアナを失っています。詳しい経緯に関しては、ダンブルドア家の家系図動画で説明していますので、今回は割愛しますが、今回もハリー・ポッターと死の秘宝パート2と同様に、アバーホースを説得し協力を求める展開になるのかもしれません。予告22秒のシーンではついにマッツ・ミケルセン版のグリンデルバルドがお披露目。前作まではジョニー・デップが宿敵グリンデルバルドを演じていましたが、諸事情により降板。ジョニー・デ版はカリスマ性あふれるキャラのイメージでしたが、マッツ版は冷酷さが際立っている印象を受けました。次は52秒のシーン。彼女は黒い魔法使いの誕生に登場したニコラス・フラメルと本を通じて会話していた女性。彼女の名前はユーラリー・ヒックスで、アメリカのイルバーモーニー魔法魔術学校に勤めている現役の教師です。彼女が今作では大々的に登場し、ニュートラと共闘する展開はほぼ確定と言っていいでしょう。次は1分のシーン。これまでマグルでありながらニュートラと行動を共にしていたジェイコブは今作でついに杖を手にすることになります。個人的に期待しているのはハリー・ポッターシリーズのロンのように呪文炎症がうまくできず空回りする展開です。1分16秒のシーンでは、髪が伸びたクリーデンスの元に不死鳥が飛んでくる描写があります。クリーデンスの髪の長さから、前作から長い時間が経過していることがわかります。また、グリンデルバルドは前作でダンブルドア家のものに不死鳥が現れるといい、続けてクリーデンスの姓がダンブルドアであると前作で述べていましたが、個人的にはこの発言を 100% 信じているわけではありません。グリンデルバルドが不死鳥を魔法で出現させクリーデンスの信用を勝ち取っている可能性もなきにしもあらずです。1分19秒のシーンでは、前作で魔法動物ニフラーがグリンデルバルドから盗んだ銀のペンダントがフォーカスされています。銀のペンダントは血の誓いを交わすことで作り出されるもの。ダンブルドアとグリンデルバルドは10代の時にお互いに戦わないという血の誓いを立てています。これにより現在も互いを攻撃することができないため、ダンブルドアはニュートラに協力を、グリンデルバルドはクリーデンスを利用しようとしています。ペンダントを破壊することで血の誓いを破棄できる可能性がありますが、容易に壊すことはできません。しかし二人は1945年に決闘しているため、ダンブルドアはペンダントを破壊する何かしらの方法を今作で見つけ出すのかもしれません。1分42秒のシーンでは前作とはガラッと印象が変わり、黒い衣装に身を包んだクイーンの姿が確認できます。このシーンではグリンデルバルドの信奉者が集まるパーティーにジェイコブが潜入し、彼の魔法が暴発しクイニーにバレたシーンなのではと考えてしまいます。次は2分13秒のシーン。ダンブルドアらの後ろに立っている女性は、前作黒い魔法使いの誕生の回想シーンにも登場した若きマクゴナガル先生だと思われます。次は2分18秒のタイトルロゴのシーン。ロゴの下部にはとある杖が確認できます。一瞬この杖はジェイコブのものかと思いましたが、彼のものとは形状が異なるため別の人物の杖だと考えられます。ウィザーディングワールドのロゴの上部はそれぞれヴォルデモート、ロン、ハーマヨニー、ハリー、グリンデルバルド、ニュート、ティナ、クイーニー、ダンブルドアの杖を表していますが、このどれとも一致していません。クリーデンスの杖とも一致していないため、今作で初登場する杖なのかもしれません。他にもホグワーツ内の必要な部屋や大広間などハリポタシリーズの懐かしいシーンがあったため、前作以上にハリーポッターシリーズとのつながりを感じることができるでしょう。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんの感想や考察もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。